今シーズンアランマーレに入団した金子いつきです。高さを生かして頑張ります。鉄壁のハイブロック、金子いつき。金子選手は身長176センチの大型プレーヤー。新加入の宮田選手と松浦選手とは同じ高校でプレー。特に松浦選手は大学も一緒でしたが、こんなエピソードがあったそうです。なんかこうお二人でこう話されたことはありました？いや、一切してなくて、お互い、まあ、続けるんだろうなっていうのは話なんか察してはいたんですけどまあなんかお互い聞くことはなくて、なんか決まった時に、え、そうだったのみたいな、本当にお互い知らなくてびっくりしました。そうなんですか？なんかあんまり話してなかったですね、そういう話は。私がハンドと出会ってからずっと一緒のチームメートなので、松浦の存在は私の中ですごい大きいですし、なんかその分なんか負けてられないなっていう気持ちもすごいあるので、アランマーレという地でも一緒に切磋琢磨して頑張っていきたいと思います。それでは徹底自己分析。ハンドボール編ではスタミナ、シュート力、スピード、パスセンス、ディフェンスの5つの分野を6段階で評価。これを見れば選手のデータが丸分かりです。相手はスタミナ C ですかね。高校時代はスタミナ本当に全然なくて、もう練習についていくのも精一杯だったんですけど、まあ、大学時代に走り込みはすごい頑張ったので、自信がありますとは言えないんですけど、まあ、頑張った自分を評価してC かなって思います。ではシュート力C 寄りの D でごめんなさい、よりの D ということは、D なんですけど、もうちょっと頑張れば C いくよっていう D。 ちょっとおまけの C。 あ、おまけの C、頑張りました。ちょっと私、不器用ですごくシュートフォームとかも結構みんなにおかしいよって言われる場面も結構あるので、まあ、これからそこは直していきます。熱い。では、スピード。これ、E です迷いなく言いましたけど、はい、速攻になったらもうとりあえず頑張ってポストの位置につこうと思って、うん、もうダッシュしてますけどスピード力はないです頑張ってダッシュはしてます。頑張ってますけど、スピードアップは自信がない。はい、ないです。わかりました。はい、じゃあパスです。 E よりの D ですスピードよりは、どっちもどっちどっちもどっちです。どっちもどっちですか？はい、パスが上手な方が先輩に本当にたくさんいらっしゃるので、毎日練習一緒にさせていただいてるんで、それをちょっとでも盗んでいけたらいいなとは思っています。では最後ディフェンス。 D が一つもないっていうのはまずいですよね。ですよね。 B ですね。 B で、大学時代ディフェンスで出させていただくことが多かったので、これからもっともっと頑張らなければいけないなっていうのは実感しています。続いては特殊能力。ズバ抜けた能力などはありますか？身長を生かしたブロックです。ボールを怖がらないところもあるので、結構強く当たってくるシューターに対しても臆せずぶつかりに行くことはできると思います。最後に金子選手に今シーズンの意気込みを聞きました。やはり一人一人役割というか得意なこととかはあると思うので、私は私らしく高さを生かしたプレーで、来てくれた方々全員にこれが私のプレーだっていうのをアピールできるように頑張りたいと思います。